ごご視聴ありがとうございます。す。コインポストのコウモですビットコイン相場勉強会を始める前に、えー、我々コインポストと映画チーム NOMA が、えー、制作している映画についてご紹介させてください、えー、我々は現在ザ・レトリックスターという、えー、仮想通貨を題材にした国際映画を制作しております、えー、こちらのスタジオスタジオギャラリー NOMA ではその制作過程を公開して、えー、皆さんと共有できるようなスペースを設けております、はい えー、映画に興味のある方、企業様、そしてこのようなオフラインイベントに参加したい皆様、ぜひスタジオギャラリーの前、お越しください,、はい。では相場勉強会始めます。はい、始まりました、コネクティ、えー、コネクティ編集長の渋谷です。本日、本当はです、ね、ライブ放送をしようと思っておりましたが、すみません、YouTube のサーバーの問題、まあ、ご都合によりまして、ちょっと収録という形になりました。 では今回はですね第4回ビットコイン相場勉強会雇用統計に立ち向かうについてです今回もビットバンクマーケットアナリストは、えー、長谷川雄也さんと一緒に解説していきますよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい、えー。まずはここでお知らせです、えー、仮想通貨メッセンジャーアプリリンクスのアップデートにも、うんしてえー、新しいコミュニティスーパーコミュニティをローンチいたしました リンクス内にはすでにコインポストのスーパーコミュニティがスタートしております。この公開キャンペーンとして6月中までの登録者を対象に30万円分の仮想通貨を配布するキャンペーンを実施しております。コインポストスーパーコミュニティでは取引に関する有益な情報やニュースにすぐにアクセスできコミュニティ内で共有することができます。ぜひご参加して体験してみてください。はい ではですねあの概要欄の方にアンケートなどがございますのでアンケートに答えていただいた方から抽選5名の方にですねリンクスで500円分の BTC をプレゼントさせていただきますまたこのライブの感想や要望などございましたら YouTube の概要欄アンケートリンクによろしくお願いいたしますはいいや長谷川さんなんかアルトコインはいいいさステップンですかね かなり大きい下落なんか、BTC はぎりぎり耐えているように見えますがす、ね、はい、はい、危なそうな推移をしておりますしかも、でもなんかナスダックと相関性が少し崩れているような気もするす、ねうん、そうですね、ちょっとしょぼい崩れ方ではあるんですけれども、<laughs> はい、ちょっと今までみたいな強い連動とは違う感じになってきてますね。 では僕の方からですね、あの長谷川さんを簡単にご紹介させていただきます。長谷川さんはイギリスの大学院を修了後、すぐにフィンテック業界と仮想通貨市場のアナリストになりました。2019年からはビットバンク株式会社のマーケットアナリスト、毎日マーケットの動向を分析、マーケットを作成しております。その深い洞察は高く評価されていて、国内主要企業メディアへ コメントを提供したり、海外メディアへの寄稿などされており、ご活躍されています。はい、では始めます。始めていきましょう、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではですね。あの現在のマーケットはどのような感じになっておりますでしょうか？はい、えーとこちらいつも通り、今週のビットコインの単元相場は1時間足になっております。えっ、ー、とですね。先週末からなんですけれども。 ちょっとですね週末にかけての米株の下落というところがありまして390万円付近から1回370万円ぐらいまで値を落とすんですがまあこの辺りがですねちょっとまあ前の年の安値ですねあのドル建てで前の年の安値の付近の水準になるのでまあこの辺りでまたすごかっ水準を見せて週末に突入していくんですがえと22日ですねここであの皆さんもご存知かもしれないですがあのビットコインピザデー というまあこの業界では一応祝日的な <laughs> まあお祭りムードっていうのもあったのかちょっとまあ断定はできないんですけれどもまあちょっとピザで特殊的な感じで週末に少し上げまして380万円を回復してまあ週明けってなってくるんですがまあこのあとですねまあアジアの株式市場とかも少し復調気味になったのもありまして。 結構まあちょっとタイドル相場の話になっちゃうんですけれども、まあ、じり上げっってていいう展開になっていくんですねでまあここで結構、テクニカル的には、結構、下げのパターンである上昇ウェッジっていうのを形成しまして、まあ、結構、教科書通りに、その日のアメリカ時間にあの反落するっていう。 あの動きを見せるんですが、まあ、ここでですねあのシカゴマーケンタイル取引所のビットコインげ物があの間の埋めを完了して一旦下げ止まるんですねでその後ですねちょっと火曜日あたりに結構アメリカのマクロ経済仕様とかが悪かったりあのベストバイの決算が悪かったりしてあのリセッション懸念っていうのが加速するんですがまたタイドルで前年の安でっていうところでおしめ買い さらにここですねちょっと、あのー、ショートのカバーというのも入りまして370万円はなんとか死守その後勢いで380万円またあの突破するんですが、まあ、ここでまた勢いを失ってしまいましてで週後半 FOMC の議事用紙というのが出たんですが、まあ、こちらもそこまでサプライズはないというところもあったんですが、まあ、逆に高材料というほどの高材料も出ないというところで結構こここの辺りが。 タイドルで3万ドルあたりの水準なんですが、まあ、そこで抑えられると、まあ、ちょっとその後アルトコイン主導で市場全体的に値を落としてしまいまして一時はですねビットコイン360万円をここ1回割っちゃうんですねただですねここでアメリカの小売りの決算がですねあの意外といいっていう結果が続々と出てきまして米株が あの結構大幅にすするんですね、まあ、それに合わせてビットコインも戻していっ380万円付近までタッチしてるんですがやっぱりちょっとアルトコインの不調っていうところで上値抑えられてまして結果的にまあ先週から見て結構横ばい、まあ、ちょっと安くなってるっていう感じで、まあ、前の年の安値を試しつつ危うくも底堅いっていう推移が続いていますありがとうございます。 そうですね、米株が続落した後にこにピザデーっていうのが来たんですけども、はい、僕,し僕が知ってる中だと去年とかだとあんまりこうピザデーで少し上昇が見,れ見られたっていうのはなかったんですけどそうですよ僕も結構ノーマークですよ、ね、<laughs> ピザデーが来ることは把握してたんですけれども、うん、まさか上げるんだというぐらいない、ね、リアクションでした正直、うん、いやこのちょっとピザデーで少し面白い話があってまああのまあコインポストの あの中辻がですね、ちょうどあのバイナンスの CG と CG さんと会いに行ってですね、一緒に動画、写真も撮ったり撮ったりとかやってて、まさかこんなに今ザ作ってますもんで、あそうなの、ピザ作ってたので、でそれを聞いてですね、うちの中辻が。 バーと走って行って、いって、ピザ取ってみたいな。そう、そう、そう、バイナンスの、あの、ツイッターの動画にも、中津が乗っちゃってて。すご。多分、僕が思う中で、三、三番目に目立ってました。そんなこともありました。そう、ピザで、本当にびっくりしましたね。ちょうど、まあ、相場の流れと同じタイミングだ。まあ、いい感じに、いい感じだったのかもしれませんね。ピザで、だからっていうわけではなかったのかもしれませんが、まあ。 なちょ関係性がありそうではなさそうな、ね、という状態で、そうですね、その後は FOMC ですかね、議事用紙ですね。あまりこう、なんか、サプライズ的な本当にニュースがなかったといいそうですね、まあ、一応今週の,そのピックアップっていうところで、まあ、一つ目、FOMC の議事用紙なんですが、まあ、一応、その向こう数回の会合で、政策金利の引き上げペースっていうのは 50BP。 50ベーシスポイントを保つっていうところが一応ミソではあったんですけれども、まあ、これって結構その実際5月の頭に会合があった時にもあの言われてたことでまあ気質の情報というところで市場はまあ織り込み済みだったよねっていうところでまあ追加でタカ派のネガティブなサプライズもなかったけど。 まあなんかそのヒントになるような材料もそんなになかったのかなっていうところでまあ一応そのこの先もまあこの部分なんですけどまあこの先出てくる経済の情報っていうのを判断してあ見てこう判断していくっていうまあいつも通りのまあ様子見の時いう売り文句みたいな。 あれなんですけれども、まあ、それが書かれていたっていうところで、まあ、ちょっと気になったのはもう1個は、まあ、改めてあのアメリカの経済が強いっていうところを結構強調されていてあの第1四半期 GDP 下振れの要因っていうところが一応その在庫投資と輸出の低下っていうところが主要因って分析されていて、まあ、この2つって結構その変動激しいところなんで。 まああのちゃんとその将来見据えるんだったらその企業の設備投資だったり家計の支出っていうところをちゃんと見るべきでそこへまだまだ強いよっていうことが書かれていてこれも一応その記者会見とかでも似たようなことは言ってたんでまあ改めて再確認されたっていう感じでまあ市場は結構無難な通貨だったっていう感じでまあ一つは。 ちょっと深読みするとするとあと 2, 2回ぐらいの会合であのちょうど夏過ぎぐらいになるんですけれども、まあ、そこから引き締めの手が緩むじゃないかという淡い期待感もあの市場で生まれているというところでしたね、まあ、そういったところで株が上げる要因の一つにはなったかなというふうには思っています。あうますそでね本当に、まあち 中立金利っていうのがまあありまして、はい、でまあ二点約僕まあ二点五パーセントぐらいなんですけど、ま二から三パ,パーぐらい三パーぐらい言われてでも現状もう三点二まで足し、あの長期金利はそうですね。長期金利はそう足していたりするので、はい、一応金利としてはもうこら辺でまあブレーキが終わると言いますか、ここ高どまあ一応ここでこ,こら辺でも止まるんじゃないかなと思っていて、<laughs> でまあ本当に。 今そうですね、次の FOMC か、また本当に夏ぐらいで金利をどんどん上げていくというか、どんどん終わるんじゃないかなと僕のほうでも見てまして、<laughs> でなんか今年いっぱいは本当こういう流れでも来年からはもうちょっと流れ変わるんじゃないかなというふうに思ってるんでですすけどもそうですね政策金利の方で言っても、あと2回50ベーシスポイント上げると、一応上限が2%に届くはずなので、まあ、それが大体その夏、 には到達するというところで,で、確かにもしかするとそこで、景気への懸念とかも一応あったりはするので、そこからちょっと FRB も静観スタンスになるんじゃないかなというのは思ってまして、そうなってくると、年末までちょっと様子を見るみたいな期間になる可能性はありますねやっぱり長谷川さん的には、米経済は強い。 いやそうですねまあ確かに先週もそのウォルマートだったりターゲットの決算不振っていうのでちょっと小売りあのー、やばいんじゃないかみたいな空気があったんですがまあこの後もちょっと話すんですけれども意外とその企業によってはそうでもなかったりするっていうのもあったりしてちょっとまだ判断はつけがたいんですけれどもまあでも確かにあのー、まだ。 あのリセッション確定っていう感じではないなっていうのは思っててまあその氷以外の決算とか見ててもまあやっぱりそんなもうめちゃくちゃやばいじゃんっていう結果ばっかりってわけではないのでまあ一時的な景気のたるみみたいなのが今あるかもしれないけれどもまあ夏にかけてまた消費とかまあその他もろもろ回復していく余地っていうのは全然まだあるかなっていうふうには思っててなんで まあちょっとはっきりした答えにはなってないんですけれども、うん、まあリセッション確定って言えるほどじゃないよねとは思ってます。なるほどありがとうございます。ちょっと一枚ページを戻していただきたいんですけども、このアロトギャラクこれ GMT が主導ガとあるんですけども、はい、ちょっとやっぱりこう今回本当今日の朝とかに僕知ったんですけども、はい、中国がステップを制するというのがあって。 大きい下げが見られましたよねねそうですアナウンスの前から GMT は下げてて怪しいなっていう感じはあるんですけれどもまあそうですね GMT 結構もう木曜のそうですね東京時間あたりから結構強めに下げててあれとこに巻き込んでるっていうところで,でイーサリアムとかも結構その同じビットコインと同じように持ち合いだったんですけれどもその結構終値ベースで持ち合い下離れみたいな感じにはなって。 っってててしまいいるっていうところで結構アルト市場にインパクトが大きかったんじゃないかなって思います、ね、いや僕本当にちょっと中国の規制が来るっていうのは全くてでいうかもう去年とかにこうまあビットコイン規制するまあ仮想通貨を規制するっていうのは中国の方で出てたじゃないですか。はい、なので,で今回こうステップンがだめってなっていまだにこう影響してくるっていうのは。 そうですね、どうしても仮想通貨からまだ中国っていうのはまだ離れられていないのではないかなっていうのは、うん、そうですね、離れきってないし、まだまだ影響力を持っているなっていうのは、ね、結構再確認されたっていう感じはありました、ね、り今回の件で、やっぱ中国は偉大じゃないですかいやっぱり見, <laughs> 見なきゃいけない,い,いんだなというのは、すごく思いまし本当、<れ>その通りだと思います。ありがとうございますでは またこれちょっとアメリカの,その経済にも関わってくるところで、まあ、先ほど申し上げたように結構その先週ウォルマートターゲット決算がやばいっていうところであの氷大丈夫なのかってなってて今週もあの週前半ベストバイ決算したぶレっていうので結構その一般消費財の指数っていうのはまた。 下押しされて,てで他も n a p プチャ t と l b ではまた小売りとは違うんですけれども、まあ、ここも、まあ、見通し引き下げとか、あのー、コスト削減みたいなことで結構ちょっと荒れるんじゃないかみたいな予感がしてて結構今週ってまた長期金利低下っていうところで、まあ、ちょっと市場が、あのー、リセッションに身構えてるような。 感じが垣間見えて結構その広域需要セクターの指数とかも火曜日あたりにすごい強く反発してるんですよね。ここってあの水道電気ガスとかで、あのー、リセッションになっても需要が、あのー、あんまり左右されないっていうところでディフェンシブなセクターにはなってるんですけれども、まあ、こういった動きがあった中でただですね、まあ、これも木曜なんですけど、あのー、小売りのダラージェネラルダラーツリーあとメンシーズこれデパートですね。まああのー、この3社社小売3社が 業績見通し引き上げっていうまさかの強気な方向に傾いておっていう感じになったんですよね氷 <laughs> 大丈夫じゃんみたいなであのコストコもですねコストコあの先週結構ここ注目って言ってたんですけれどもこあの収益予想を10億ドルぐらい超過するっていう。 ことであの今週発表された氷のっっていうのは意外と良かったんですだ、ねまあ、こういったことを受けてその木曜の株式市場っていうのは結構大幅に続伸しててあの一旦は懸念で上目を重くしたけれどもちょっとあの回復の兆しっていうのもあの株式市場の方では見られたっていうところでは、まあ、それでここもビットコイン下に支えられてる感じなんですけれども。 それでまあ危うくも、まあ、そこがなくビットコインもなんとか推移できてたという感じにはなってましたいややっぱり、まあ、先週のライブを見ていただいた方は皆さん分かってると、はい、知ってると思うんですけどもその先々週にですねやはりあ先月に僕の親戚がですね <laughs> コストコで物を買ってたっていうのがかなり影響してるんじゃないかなと思ってて、まあ、やっぱりコストコはいやいくら買ったんですか <laughs> 一 <laughs> 万円ぐらいですか、ねはあはあ、ちっちゃいですね <laughs> <laughs> そうですねでも本当にコストコの決算がここまでいいというと、ね、びっくりしましたね結構びっくりでしたねんな,んな,んなんかそのストア一軒一軒の売上の増加率とかってあの市場とかアナリスト予想よりはちょっと下だったんですけどそれでも平均で確か10%ぐらい伸びてたりするらしくて意外と強いじゃんっていう ウォルマートとハゲてどうしたって思うぐらいな感じでしたね。ねうん、もしかすると、すべてのものがコストコで買われてるかもしれない,い <laughs> コストコの方が安いとか,なんかそういうことなんかもしれないですけど買い,買い溜めてるかもしれませんね、もの、はい、<物を> <laughs> で、これ、長期金利が低下ってあるんですけど、やっぱり以前も話したんですけど、3パーを超えたちょっとあたり、ちょっと上いったあたり、レジスタンスがやっぱりあって、うん、長期の。 そこで跳ね返されたっていう見方もできますねかなり大きく下げましたね,そうですね結構急速に下げててびっくりしましたあれはそうですねだからあの週真ん中ら辺とかは結構そのナスダックが下げそうで長期金も下げて,てあリセッション身構えてるなみたいな感じは漂っては一応いたんですね、うん まあただそれが木曜日になって結構切り返すみたいな感じにはなってました,いましたね、はい、こうスナップチャットの見通し値引き下げてあるんですけど、なんかよく聞いたんですけど、なんか広告関係の会社がよ、<う>企業が弱くなっているというか SNS 系、やっぱ広告に頼ってるみたいなところですよね、多分ちょっとそこで、まあ、ここも一応切り返してはいるんですけれども、<laughs> <laughs> そうですね、まあ、ちょっとこのあたりは。う 懸念材料になっているっていう感じですかね。<っ>ありがとうございます一応ちょっとまとめなんですけれども、まあ、その対ドルでビットコイン昨年の安値2万8800ドル、まあ、これ大体いい円で366倍ぐらいなんですけれども,もう割り込む場面もあるけど終わり値では今のところ死守していて、まあ、これダウン理論って書いてあるのはこのやっぱ終わり値で。 守ってるか守ってないかっていうのは結構大事になってきてまあ今のところ終わりには守っています今週一応ディフィカルティの下の方調整まあ低下っていうのがあってまあちょっと前にもお話ししたんですけれどもまあディフィカルティ上がりすぎてなのに相場は下がってるからマイニングの収益率悪くなってるみたいな話をしたんですけれどもまあちょっとそれがディフィカルティが低下するまあこれっていうのは競争率が少し下がるっていうところなんですけれどもただですね HR、あのこれハッシュレートの話なんですけれども、これ、引き続きあの回復基調にはまだなっていないっていうところで、ちょっとこれも底打ちして反発していくっていうところを確認しないと、まだ安心はできないっていうところですね。で、3つ目が市場のポジションがロングに偏るっていうところなんですけれども、今週、ちょっとショートのポジション手じまいみたいな動きもあったりして。 で先ほどの資金調達率ですねファンディングレートって言われるやつですけれどもこれは結構もう直近3日間ぐらいずっとプラスで推移しててロングに偏ってることが示唆されてるんですねでやっぱ相場底落ちする時ってこれが思いっきり大きくマイナスに触れたりするんでまだちょっとその買いが買いに偏りすぎまだちょっとその諦めムーンみたいなのが起きた感じがしないっていうところであと もう1個ポイントのが、まあ、さっきもちょっと申し上げたんですけれどもアルトコイン主要アルトコイン結構多くが持ち合い下離れってなっててこれはあの相場の格言みたいなので持ち合い離れにはつけっていうのがあるんですねこれ要はその揉み合ってたところから例えば上に行ったらその方にこうについていった方がいいよっていうまあ相場の格言でもちろん下にブレイクアウトしちゃった場合は下についていった方がいいっていうのでこの先テクニカル的な売りが アルトコインを待ち受けてるんじゃないかっていうのがちょっと怖いところですで、っていうところで、まあ、この辺鑑が見てもちょっと引き続き下値リスクっていうのには警戒したいっていうところで、まあ、繰り返しで本当ごめんなさいっていう感じなんですけど、まあ、これ3週連続で登場してるチャートで、まあ、このピンクが前の年の安値ですね。まあ、ここ割りそうで割らないみたいな今状況なんですけれども、まあ、まだまだその2万2000ドルだとか まあ、そさらにその下一番2150ドルとか、まあ、この辺まで一気にがって落ちるようなシナリオは気をつけといた方がいいなっていうのが今週ですね、まあちょっとつ続けてたんですけど、ずっと <laughs> 確かにもう3週とも一緒のチャートが出てるて、はい、同じチャーと <laughs> まあそれほど今、動いてないっていうのが答えですよねそうですね。 かななかか動かないし大きく上にいくわけでもなくだんだんレンジもちっちゃくなってちっちゃくなってるっていうまあ三角持ち合いみたいな感じで,そうです逆にこれが決着つけば上にいけばいくし下にいけばいくっていう感じ,そんな感じではあなんですけどもやっぱりまあちょっとアルトコインが先に下,下割れしちゃってるっていうのはちょっと結構怖いところ。 ではありますね BTC に価格がついていくことって多いじゃないですかアルトコインが、はい、なのになんかアルトコインが BTC をちょっとまあ引っ張るって言い方おかしいかもしれませんが、はい、なんかつられていきそうな感じがあるっていうかそうですね、うん、やっぱアルト主導の下げも全然あるのでそこはビットコイン気をつけたいところです、ね、なるほどこうそうですねこうそうですね、まあ、市場のポジションがロングに偏ってるっていうのはすごい僕も感じてて、はい、でまあよく 話聞くんんですけども,、まあ、なんかもう底打ちしたたじゃないみたいないいみビットコインで聞くんですけどやはり僕はこ勉強会を通じて思ったのが <laughs> このカピチュレーションを待ちたいって思っててででこの小さく少しだけこう下げてるじゃないですか、はい、慕われてこれをカピチュレーションとして呼んでいいのかどうなのかっていうのがちょっとまだ僕は。 怪しいようなうもうまだまだちょっと今の底堅さは信用できないんでんまだカピチュレーションじゃないかなって思います、ね、やはり僕も見てて思うのは、やっぱこの2万2千ドルそうですねせめてそこまでっていう感じう雰囲気はだんだん 強くなってきてきるんですよね逆にそこにいった方が安心するっていうか <laughs> そうですね,すね一旦全部こう売り尽くされるみたいなちょっとそこはやっぱ確認したいですねこの持ち合い下離れ,下離れはいこれは言うならばあのあれですね順張りみたいな感じでどんどん売られていくってことですもね。で基本的にはあのそこの流れに逆らわずに張っていた方がいいよっていうふうによく言われます。 意外と順張りって難しいんですよね結構なんか FX とかでも日本人は逆張り好きみたいな,なんですはい。僕も結構逆張りしてしまうので気を付けたいですここまできたら買いだろうで買っちゃって <laughs> 普通にただの粘ってるだけでそのままゆっくり下っていくっていうのがよくあるので <laughs>、うん、立てでよく切られることが多いので。 今夜も順張りに徹していくっていうのが。そうですね、逆に言ってしまえば、もうすぐに切って、ストップ入れながら、行動していくっていうのが確かに、いい立ち回りなのかなというふうに思いますね。うんうん、はい。ありがとうございます。はい。まあ、それから、来週ですね。まあ、ちょっと注目ポイントっていうところで、まあ、これも F. o M. C. とかに、また影響してくるところなんですけれども。まあ、アメリカの雇用統計です、ね。えっ、ー、と、これがですね。まあ、失業率とか。 あとはまあ月間の,あの雇用者数の増減とかあと賃金とか出てくるんですけれどもこれですね、ここまで失業率っていうのはアメリカどんどん下がってて改善方向に向かってたんですがちょっと変化あるんじゃないかなっていう兆候がちょっと現れてましてそれがですね1つ目が新規失業保険申請件数っていうのはこれ大体毎週木曜日に発表されるんですけれども4月に実はそこを打ってて。 あ3月か3月にすいませんすごい打ってて4月もずっと上り続けてるんですよね。でこれコロナ以降でこんだけ持続して上がってるのって、まあ、結構まあ久々に見たなっていう感じでうん、うん、あれちょっとなんか雇用強いっていう割にはちょっとおかしなこと起きてるんじゃないかなっていうのがあるのともう一つが月間のこれ。 解雇の人数っていうのも実はそのレイオフっていうのでデータが出てくるんですけれども、このちょっと底入れした感があって、ちょっとずつ解雇される人も増えてるっていうのがあるんですね。で、市場の予想だと一応3.5%っまた失業率低下する予想がされてるんですけれども、もしかすると横ばい、または横ばい、もしくはちょっと上がるみたいなことも考えられるですね。これ、まあ その雇用市場が悪くなるとどうなるかっていうと、まあ、FRB 的には引き締めのペースを緩めないといけないみたいな話に一応セオリーではなるんですけれども今って実はこれ2ポチあの求人件数なんですけどこれ実は引き続き増加してるんですね。これだだから結構不思議な状態であの介護される人がちょっと増え始めてるし失業保険申請する人も増えてるのに。 あの求人増えてるずっとなんで企業的には人もっと取りたいのに来てくれないっていう、まあ、今までの状態っていうのがまた悪化するでそうなると企業っていうのはその人を集めるために賃上げとかをしないといけないってなるとその上げた分っていうのは消費者に転嫁されてインフレがまた押し上げられてしまう物価押し上げられてしまうみたいなまあこれその。 よく言うフリップス曲線っていうやつの関係性なんですけれどもっていうところでまあその失業率が悪化しようと FRB は動きにくくなるんじゃないかみたいなところでこれは結構どう捉えるかっていうのは難しくっておそらくあの失業率悪化するで結果の雇用人数もあんまり増えないとかなるとまたちょっと景気減速懸念みたいなところでリスクオフ起きるんじゃないかなみたいなところでちょっと懸念してます。 これ僕見てもちょっとうんっていうところしかなくていやそうなんですよ、本当にだからどっちに動くんだろうが FRB みたいなになっちゃうんですよね、うよねどうしても失業率は上が,っ上がるかもしれない,かもしれない状態でしかも、まあね、緩和はもうできないみたいなできないって感じですね、はいで、しかもでも求人の方は増えているてい。はい ということは何もしてない人が意外といるってことですよね。なんでそうです、ね。まあ、だから。失業保険を受け取ってる人が。単純に増えていて、働いていないみたいな。なこれは、どうなんですか。これ不思議でたまらないんですよ、ね。そうですね。ちょっと。うん、企業どんどん人欲しいし。人は,い人はでも働いてないというか、まあ、そのデータベースで見ると、動いてないな、ね、っていう状態なので。はい、保険だけもらって。 でここでも保険ってどうなんですかね、まあ、1、2か月ぐらい保険っていただきもっともらえたりするんですかね、分からないですけど、そ, <laughs> それ自体多分申請し続けて、それにあの適用できるんだったら、もらい続ける、ある程度もらい続けられるんじゃないかと思うんですけど、えー、まあなんで、ちょっと雇用市場っていうのは、引き続き供給サイドが逼迫しているっていう状況。けど 緩和はもうできないっていう難しい状況どうするんですかこれそうなんですねで <laughs> これ改善しないでどんどん賃上げってなっていくとやっぱ物価は上がり続けてしまうっていうところで,でそうするとまた消費に影響してしまうっていうところでもうやっぱりそれだからこういう時は悪化するとあんまり良くなさそうだなっていう雰囲気はありますこの中でトレードするんですかだからちょっと <laughs> 危なそうだなっていう感じです、ね。めっちゃわかんないですね。これど、ど、はい、どういうふうに動くんですかね。これ、この後。だから、来週は、しかも、あの I. S. M. とかもあるんですよね。あそうですね。これがあの、水曜日が製造業の I. S. M. で、うん、金曜日が非製造業。で、これ、どっちも、あの、前回より、げ、あの、低下っていうのが予想されているので。それと相まってしまうと、うもう余計景気先行きへの懸念っていうのが、また、うん、せっかく昨日で、ちょっと。 回復したのにまたっていうところでリスクオフ起きるかなちょっと怖いなっていうところですうん、うん。結構 ISM まあそうですねこの製造業景況感指数みたいな、ねはい、これ結構動きますもんね。そうで、うん、影響値は大きいですね。でしかもこれってその景況感の指数だけじゃなくてあのー、その製造業働いている人たちの実際のちょっとちょっとしたインタビューみたいな声が聞けたりとかあとその生産者のその物価 の肌感とかか上がってるかみたいなだとか雇用の,かあの状況だとかいろんなことが結構読み取れるレポートになってるんでちょっとそれが内容だから全体的に悪,悪いと余計そのリスク線行度っていうのにはダメージになるっていう感じでちょっとだから水曜日の ISM で木曜日一応その雇用統計の前哨戦で ADP の雇用統計っていうのが。 とでまあ金曜日また雇用統計これ金曜日のものは労働省が発表している公式のやつですねっていうところだ水木金とちょっとアメリカの経済師怖いなっていうところですねこれ,れ ADP のの方は雇用統計と書いてるんですけどもプライベートセクターあの、まあ、民間企業が出してる雇用統計には一応なってて、まあ、一応通説ではあの労働省の雇用統計と似たような結果が出るから一応前哨戦っていうふうに言われてるんですけどコロナ禍になってから。 ADP ではその月間の雇用者数全然増えてないのに労働省の雇用統計ではめちゃくちゃ人増えてるみたいな結構差があったりしてコロナ禍以降ではちょっとあんまり ADP は僕は個人的には当てにはしてない影響値っていうのは基本的にその労働省が発表している雇用統計の方が強なんかワンクッションみたいな感じですね。 まあ ADP の値え見ながらまあまあある程度こういうふうに予想されるんだろうなってので,うで、ね、本番の雇用統計に臨む挑むという感じが立ち回りとしては正しいのかなという,う、ね、ふうに思いますね。わかりました。はいはいありがとうございます長谷川さんありがとうございます。ます雇用統計やっぱ立ち回りが難しい状態ではあるっていうのが、はい、すごく察しましたね。わかりました。はい <laughs> <laughs> はい、ではコネクティビイブは以上となります、はい、コネクティビでは本当に毎週金曜日銀座シックスの方でこのように長谷川さんと一緒に相場分ビットコイン相場勉強会をさせていただいておりますまた来週もやりますので皆さんももしよろしければご視聴いただければと思いますコネクティビーではほ、まあ、他のチャンネルではなかなかコラボできない方々と一緒にコラボさせていただいたり注目アルトコイン特集や d i イエンスなどを行わせております 収録させていただいておりますなでもしよろしければ高評価またご登録していただけると思います、はい、今日は長谷さんありがとうございましたありがとうございました